張本智和は、宮城県仙台市出身の卓球選手。木下マイスター、東京所属。身長は175センチメートル。体重は64キログラム。靴のサイズ28センチメートル。ITTF 世界ランキング最高位は3位。段球位は7段。血液型は O 型。両親ともに、中国の元卓球選手であり、2014年春に、 日本に父、妹と共に帰化し、2017年には ITTF ワールドツアー男子シングルスを世界史上最年少の14歳61日で優勝した。また2018年の ITTF ワールドツアーグランドファイナル男子シングルスでも世界史上最年少となる15歳172日での優勝を果たした。両親は中国戦勝出身の卓球選手で、 父は男子ジュニア日本代表コーチの張本井。母は1995年の天津市で行われた第43回世界卓球選手権のもと代表選手の長寮である。2005年2歳でラケットを握り、仙台市立東宮城の小学校、東京都北区立東付中学校を卒業し、現在は日本大学高等学校在学中。 5歳下の妹、張本美和も、卓球選手である。2010年、小学1年生の時に、全日本卓球選手権大会で優勝し、バンビカブホープスで無敗の6連覇を達成して、以降世代別で優勝した。2014年春に、父の調査会、妹の蝶美和と共に、日本国籍を取得して帰化し、長生から、長本生になった。2015年、 フランスで開催された世界ジュニア選手権に男子で日本史上最年少となる小学6年で代表に選出されたがパリ同時多発テロの影響で派遣中止となったため出場できなかった。2016年4月に JOC エリートアカデミーに入校し12歳で臨んだ6月の i t t f ワールドツアージャパンオープン。 小木村杯で当時世界ランキング28位のナンツリケツ、同62位のウーゴカルデラノラ格上の選手を次々と破り、有通一種目の世界史上最年少優勝を達成。190位だった世界ランキングを1月で63位へと急上昇させた。10月には JSC から2020年東京五輪に向けた若手強化選手として、 卓球界から平野美宇と共に選出された。12月に南アフリカ開催の世界ジュニア卓球選手権で団体とシングルスで金メダルを獲得し、ダブルスでは龍崎東虎とのペアで銀メダルを獲得した。世界ジュニアのシングルスでは大会史上世界最年少13歳163日での優勝だった。二千十七年二月、 ITTF ワールドツアー、インドオープンの準々決勝で、ロベルトガルドシュ、準決勝で、地元のカマルアチャンタを破り、決勝で、ドミトリオフチャロフにストレート負けて、ワールドツアー世界史上最年少での決勝進出は、果たしたものの優勝はお預けとなった。5月開催の、第54回世界卓球選手権個人戦に、推薦枠で、男女通じて、 日本史上最年少の13歳6ヶ月で世界選手権代表に選出され、夢にも思わなかったと語っている。5月30日に木下グループと契約を発表する。第54回世界卓球選手権個人戦は2回戦で、リオデジャネイロオリンピック同メダリストで当時、世界ランキング6位の水谷淳を破り3回戦に進む。4回戦は、ルボミルピシテを破り、 準々決勝に進出した。世界選手権における13歳でのベスト8入りは、世界史上初である。6月に ITTF ワールドツアー、中国オープンのシングルスで当時世界ランキング12位の、ブラディミル・サムソノフ、同級位のニワ・コーキラを破り、準決勝へ進出し、準決勝で、元世界ランキング1位で、当時8位のティモボールに敗れたものの3位となる。 木造り早とと組んだダブルスは準決勝で第54回世界卓球選手権個人戦の金メダルペア半ぶり東元を破る大金星を挙げるが決勝で上田ひとし吉村誠晴れに破れ準優勝となる5月6月の活躍により69位だった世界ランキングを2月で18位まで上昇させた同6月にマレーシアでスタートしたプロリーグ アジア太平洋リーグに参戦する。8月のチェコオープンでは、当時世界ランク7位のティモボルラを破り14歳61日で優勝し、男子の牛用の16歳30日、女子では伊藤美馬の14歳152日だった、ワールドツアー最年少優勝記録を更新した。2018年1月に行われた、全日本卓球選手権大会の男子シングルス。 ジュニアの部において中学2年で初優勝を飾る。このジュニアの部において長本は1セットも失わずに優勝し同世代を寄せ付けない圧巻のプレーを見せた。男子シングルス一般の部においては準々決勝で大島正樹を4から1で破り、続く準決勝においても森園正隆を4から0と圧倒。決勝では 全日本卓球選手権大会で9回の優勝を誇る水谷純を4から2で勝利し、男子シングルス、一般の部において、史上最年少記録となる14歳208日で優勝するとともに、それまでの最年少記録17歳226日を約3歳も更新した。また、同年2月にイギリスのロンドンで行われた ITETF 主催のチームワールドカップでは、 庭はこ上田ひとし、大島正樹と共に戦い、決勝で中国に負けたものの、銀メダルを獲得した。この決勝において長本は、中国の次世代エースであり、世界ランキング1位の半ぶり東と対戦したが、0から3で敗れている。4月に横浜で開催されたアジアカップでは、第1ステージで再び半ぶり東と対戦し3から、 一で勝利する金星を挙げ、三試合目の元世界ランキング三位の承知ぶにも勝利し一位、通過したが、準々決勝で前年のアジア選手権、シングルス銀メダリストのテイサチオンに敗れ順位、決定戦に回ったものの、当時世界ランキング七位のキチンテイに四ーと、完勝、九位のニワ後期には、フルゲームで勝利し、最終結果の五位につなげた。この結果、翌五月には、 世界史上最年少記録となる14歳10、ヶ月での世界ランクトップ10入りを果たす。同年6月の ITTF 卓球ジャパンオープン、小木村杯にて、準々決勝で、リオデジャネイロオリンピックシングルスの金メダリストで当時、世界ランク2位の馬竜、準決勝で、第54回世界、卓球選手権個人戦シングルスの銅メダリスト、世界ランク8位のリタカシュ、決勝で、 ロンドンオリンピックシングルス金メダル、リオデジャネイロオリンピック銀メダルの超ぎ化を下し、ワールドツアー2度目の優勝を果たした。12月には早くも、世界ランキングトップ5入りを達成。これも世界史上最年少記録である。同12月の ITTAF、ワールドツアーグランドファイナルでは準決勝で、世界ランキング1位のハンブリ東を破って勝ち上がって、 北世界ランク6位のウーゴ・カルデラのを4-0、ストレート決勝では世界ランク4位の林隆藤を4-1で下し、大会史上世界最年少15歳172日という若さで優勝を勝ち取った。それまでの大会最年少優勝記録であった20歳と13日を15年ぶりに一気に約5歳も更新した。この活躍により、翌1月には、 世界ランキングを3位にまで上げ、世界史上最年少でのトップ3位を記録すると、ともに日本男子の過去最高世界ランキングをも塗り替えた。2019年3月に JOC エリートアカデミーを終了。同年12月のワールドカップでは準優勝した。正確なバックハンド、天性のボールタッチが特徴、チキータからの試合展開も得意。 全日本代表の監督の倉島洋介は将来性を認めており世界王者に育てなければならない選手と語っているレシーブから積極的にフリックやチキータで攻めていくスタイルのため後陣へ下がることは滅多にない2017ドイツオープンのハリモトともかつ最高成績一般の部のみ男子シングルス優勝3準優勝に男子ダブルス準優勝に混合ダブルス 準優勝1一般の部のみ男子シングルス優勝1準優勝2団体準優勝1略語の説明 S イコール男子シングルス D イコール男子ダブルス M イコール混合ダブルス T イコール団体 W イコール優勝 F イコール準優勝 B イコールニ位 P イコールくらい QF イコールベスト 8R イコール回線敗退 RR イコールラウン敗退ありがとうございます